落ち着いて。彼女がこんな災難に遭った時はどうするか考えるの。10杯のコーヒー、一粒の薬、それともアイオーンの機密書類に埋め尽くされた部屋に逃げ込む。このコーヒーすごく苦い。苦すぎる。
死ぬほど苦い。お姉ちゃん、どこにいるの？すごく怖いよ。先生、俺は外に行かないと。レスリーにメッセージを送るんだ。バカ者、まだ目が覚めてないのか。外に出たいのならまずはこの肋骨を倒せ。わしが叩き直してやる。逃げるな、貴様。先生、俺は外に行かないと。レスリーにメッセージを送るんだ。バカ、わしが叩き。
私まだ死にたくない。
間違いない、間違いないわ。怨霊の執念は形ある手となり、昔日の災厄は天を覆い隠す尾となる。アイオーンの機密書物の内容と一致する。あれは壊滅のナヌークの追従者、反物質を鍛えてできた銀河戦争の兵器。まさかこの目で見ることができるなんて。あなたもアイオーンの権威と奇跡を見に来たの？だったらあっちに行って。ほら、あそこにいい場所がある。生身で観測するときは交差干渉に気をつけて。じゃないと細部を逃してしまうことがある。アイオーンの次元はとてもかすかな兆候しかない。絶対に見逃さないで。見たかい？歴史はいつも繰り返す。歴史？ガン、宇宙ステーションでこれほど大きな騒ぎを見たのは初めてです。ヒーラ、君は僕らを助けに戻ってきてくれるかい？僕らが同じような危機に面した時、もし当時の君が母なる星の救済に成功していたら。母なる星、私の母なる星。すみません、よくわかりません。大丈夫だ。もしヒーラに聞こえたら彼女には理解できる。全てのスタッフがここに避難している。しかし宇宙ステーションにある人外生物を誰も考慮していないのが現状だ。あれらは確かに収集された器物だが、生命じゃないのか？あれらは権利や保証を得ることができないのか？
そう、人海生物。人類とは異なる生命体のことだ。中には器物として宇宙ステーションに収容されているものもあるが、大部分のスタッフはそれらの基本的な権利を無視している。このような危機的状況になっても彼らの思考は相変わらず甘い。だがこの俺、ヘルタ銀河法制課の優秀な研究スタッフであるルカーチには、あの見て見ぬふりをしている者たちの目を覚ますという責任がある。もしお前が俺の活動に興味があるのなら、俺のそばで共に旗を振り声を上げよう。器物の権利を守れ、人外生物を救うんだ。一緒に器物の権利を守れ。よくやった同行者。俺のリズムに合わせてもっと大声を出せ。もっと威勢よく。器物の権利を守れ、人外生物を救うんだ。今、すべてのスタッフがここ…あれらは確かに。この宇宙ステーションは、昔から数えきれないほど銀河の器物や宝を収集している。しかし、このコレクションの中に命あるものが含まれていることは誰も知らない。だがこの俺、ヘルタ銀河法制課の優秀な研究スタッフであるルカーチには、すべてのものに協調する必要があるのだ。生存の危機に瀕している今、あれらの生きる権利もまた尊重されるべきであると。もしお前が俺の活動に器物の権利、一緒に。完璧だ同行者。力を合わせてもっと多くの人を引き込もう。器物の権利を守れ、人外生物を救うんだ。今、すべてのスタッフがここに…あれらは確かに…そうだ、俺はヘルタ銀河法制課の優秀な研究スタッフであるルカーチだ。生存の危機に瀕している今もなお、すべての人外生物にある生命の権利のために奔走している、声を上げている。もしお前が俺の活動に興味があるのなら、俺のそばで共に旗を器物の権利を…一緒に器物の…はあ、お前もお上品なエゴイストなんだな。狭い考えの人類中心主義者だ。そのよどんだ目を覚まして我々の周りにいる小さき命を見ろ。器物の権利を守れ、人外生物を救うんだ。
私まだ死にたくない。どうしよう。さっき他の人が収容部分にもモンスターがいるって言ってた。私がカポにあげたプレゼントが応用物理科の分析室に残ってるんだ。言っておくけど、今回宇宙ステーションを襲撃したモンスターは数十種だよ。中にはステーションのリストに記録されてない新型もいた。うるさい。そんな話嫌だ。ああ、お前何歳になったんだよ。まだ子供みたいじゃないか。もう泣くなよ。モンスターの真似してあげようか。うわあ。追跡は正常。テレメトリ信号の周波数は高いわ。平均水準を必ず維持して。予測によるとレギオンの攻撃は10倍以上ある。みんな持ちこたえるのよ。アスター社長戻ったよ。はぁ、みんな無事ならよかった。アーランもさっき戻ってきて収容部分でのことを教えてくれたわ。それに彼の傷、あなたたちが助けてくれたおかげね。災害発生時、ステーションの最も貴重な資産はスタッフであることを身をもって実感するわ。はぁ、不測の事態への備えがあまりにも不十分だった。セキュリティや戦闘員の育成もおろそかだったわ。でも、あなたたち請求列車の乗員は、みんな非凡な能力がある。今の宇宙ステーションの状況はどうだ？今のところ状況はコントロールできているわ。セキュリティシステムの被害は軽微で、侵入者もほんの一部のコアデータを書き換えただけだから修復は簡単だった。潜在的なリスクはスタッフたちにあるわ。彼らはミス・ヘルタをとても信頼していて、宇宙ステーションがレギオンに制圧されるなんて考えもしていなかったのよ。肉体的な傷よりも精神的なパニックの方が恐ろしいでしょ。私たちがスタッフと話してみるわ。こんな時に宇宙ステーション内で再び予想外のことが起きるなんて誰も望んでいないもの。ヘルタには連絡した？何回もメールを出したけど音沙汰なしよ。姫子さんも彼女のことをよく知っているでしょ。宇宙ステーションは彼女の追従者と器物の倉庫でしかないわ。全く気にかけていないの。思った通りね。大丈夫、私の方からもヘルタにメールを送るわ。彼女が欲しがっていた器物を持ってきたってね。これなら彼女を引きつけることができるでしょ。それはとても助かるわ。
こんにちは。何か知りたいことがあるの？ここは宇宙ステーションヘルタ。もちろんその所有権は偉大なるミスヘルタにあるわ。ヘルタはもともと器物と異物の保管庫として作られたの。でもミスヘルタの追従者たちが管理と研究に参加して、ここは次第に科学研究基地になっていった。あなたたちが通り抜けてきた収容部分には多くの器物と異物が収蔵されていて、研究の中心的な場所になっているわ。今私たちがいるのは主制御部分で、宇宙ステーションの制御中枢よ。このステーション内にはミス・ヘルタのプライベートルームがあって、中には最も貴重で、稀有で、危険な収集品があると言われている。彼女の性格からして、その可能性は高いわ。はぁ、彼女はほとんどのことを、所長の私に言っていないのよ。私は宇宙ステーションヘルタの所長。でも、実際はミス・ヘルタの代わりに、ここを管理するだけの人間よ。ミス・ヘルタは天才だけど、バラバラのスタッフを管理したり、宇宙ステーションを代表して直接かつ丁寧に博識学会の難癖に対応することは彼女の能力を超えているの。たまたまその部分は私が対処に向いていたのよ。学者たちの対応は家の口うるさい老いぼれたちより簡単なの。彼らがいくら、天文学はあくまで観測の学問であり、経済的な価値を生み出すものではない。と口にしても、ミス・ヘルタを目の前にして同じことを言えるかしら？たとえどんな難題でも、
ミス・ヘルタの意思だって言えばいいのよ。ヘルタ本人こそ知識の価値の象徴だもの。彼女のおかげで私は星を数えながら寝られるのよ。そうじゃないと帰って家業を継がないといけなかった。考えるだけでも恐ろしいわ。アーランは休憩区で傷の手当てをしてるわ。彼は自分の限界をよく知ってる。もしまだ痩せ我慢をするのなら後でちゃんと叱らないとね。私結構怒ってるのよ。スタッフ全員の避難が終わっているのに彼は命令を聞かず、もう一度収容部分を捜索すると言って譲らなかった。彼が誰一人として犠牲にしたくないのは理解できるわ。防衛課は彼にとってただの仕事じゃない。アーランは怪我をしても気にしないの。彼は他人を守れるかどうかだけを気にする。そうして初めて認めてもらえると感じているの。彼の気持ちもわからなくはないけど、やっぱり自分を大切にしてほしいのよ。ミス・ヘルタね。彼女は天才クラブの会員で、知恵のアイオンお気に入りの天の長寿よ。ヌースが誕生して以来そんな人間は84人しかいないわ。だからミス・ヘルタはとても気まぐれで、興味のあることしかやらないし、興味がなくなったらすぐに離れるの。この宇宙ステーションもその産物なのよ。少し前に彼女の原稿を参考資料として借りたわ。まだ主制御部分にあるはずよ。興味があるのなら見てみてね。あなたとのおしゃべりで少し気分が落ち着いたわ。やっぱり人との交流は気分を向上させるのね。どうしたのかしら？興味津々のようね。宇宙を走る列車よ。もっと言えば、請求列車は開拓のアイオンのアキビリがかつて乗っていた列車なの。開拓、アイオン、アキビリが何なのかについてはここのことが落ち着いてから話すわね。いきなりたくさんの名詞を言われても困るでしょ。光塩水はガーデン・オブ・リコレクションが発明したものよ。記憶のアイオンの追従者たちは記憶の断片を抽出して光塩水を作り保存することに成功した。もう分かったでしょ。光塩水が記憶を残すことができるなら経験や能力も残せる。だから光塩水は非常に貴重な器物で、スターピースカンパニーでは二級完成の流通商品なのよ。私が知る限り、スターピースカンパニーだけがガーデン・オブ・リコレクション公認の光塩水化技術を獲得しているわ。ヘルタが彼らとどんな交渉をしたのかわからないけど、彼女の性格からしておそらく正規の方法ではない。どの光塩水も大切にするのよ。それらは元の持ち主にとってはとても大切な記憶なのだから。私はあんたについて何も知らないわ。
でもその雰囲気には覚えがある。あんたに関して心当たりはあるけど、確証が何もないから、今はこの小さな秘密は秘めたままにしておくわね。自分の過去がそんなに気になる？あんたは過去より未来を気にするタイプだと思ってた。私がそういうタイプだからかしら。何かあればいつでも聞きに来てちょうだい。どうしたのかしら？興味…スタッフのケアはお願いね。何か質問があれば私や姫子さんに聞いて。俺がもっと早く半物質レギオンに気づいていれば。大丈夫だ。このくらいの痛みなんて何ともない。とっくに慣れている。他の者たちを守って負った傷なら誇れるものだ。今言ったことはアスター所長には言うな。数名のスタッフが不幸に見舞われた。他のスタッフは大部分が軽傷だが、俺は彼らの精神状態が心配だ。ほとんどの者はミス・ヘルタを慕ってこの宇宙ステーションに来たが、今は彼女と連絡がつかない。家族と連絡を取る余裕もないんだ。彼らがこの危機を乗り越えられるといいんだが。俺がアスター所長に初めて会った時、彼女は大企業のお嬢様だった。俺には彼女に恩がある。だから彼女が宇宙ステーションに来た時、俺もついてきたんだ。研究はよくわからない。だが研究を大切にしている人たちを守り、彼らが研究を順調に終えられたらそれでいい。この騒動が早く収まることを祈ろう。どうしたのかしら？興味津々のようね。宇宙を走る列車よ。もっと言えば、星宮列車は開拓のアーヨーンのアキビリがかつて乗っていた列車なの。開拓、アーヨーン、アキビリが何なのかについては、ここのことが落ち着いてから話すわね。いきなりたくさんの名詞を言われても困るでしょ？Thank you.
ヒーラ、見たかい？バーを下げて、アルフレッド。あ、ごめんなさい、人違いだったわ。ありがとう、若い人。私たちは今、衛星遠隔計測の事前調節をしているの。私が信号を観測するボタンを押すから、あなたは言った手順に従ってバーを動かして。先にバーの方向について説明するわね。上は周波数帯メーター、下は露波器、左は参考レベル、右は減衰器よ。私たちの事前調節には3つの手順があるの。まずは周波数帯メーターをオンにする。その次は減衰器で、最後に信号を露波器に出力するの。内容が多かったかしら。覚えられた？じゃあもう一度言うわね。まずはバーの方向ね。上は周波数帯メーター、下は露波器、左は参考レベル、右は減衰器よ。事前調節の手順は3つで、まずは周波数帯メーターをオンにする。その次は減衰器で、最後に信号を露波器に出力するの。準備はできた？3、2、1。完璧よ、ありがとう。助かったわ、若い人。もともとこの部分を担当するのはアルフレッドだったんだけど、さっきまで収容部分にいて、まだ戻ってきてないのよ。エイブラハムと彼は仲が良かったから、このことを彼にどうやって伝えればいいのかしら。宇宙ステーション維持するのが最優先だから、まずは目の前のことに集中するわ。もう行くぞ。逃げるんだ。私はここを離れる。いや、私は逃げられない。昨日と今日から逃げられても、明日からは逃げられない。見たまえ。バリア識別端末は 142,856 回の攻撃を記録している。次の数字は 142,857 回だ。私は信じている。この絶望的な美しい走馬灯の数を見たとき、私の人生もその最後にたどり着くのだろう。なんて哲学的な言葉だろう。その通り、死に近づいた瞬間にこそ今が生の瞬間なのだと気づけるんだ。元気を出さなくてはな。感謝する、善良な人よ。
なんで僕の担当期間中に電離網がモンスターに突破されるんだ。ありえない。これは僕のせいじゃない。もう一度外周に行ってデータを確認してやる。怪我？僕も気にしてないのに誰が気にするんです。君は誰なんですか？僕の邪魔をしないでください。宇宙ステーションの防護網の第一システムは反重力電離網という名前です。僕がそのメンテナンス担当のスタッフなんですよ。こんなことが起きたのにここでおとなしくしてろというのですか？そうかもしれないですね。でもここに隠れて何もしないよりはいいでしょう。それに僕が面倒を見ていたいたずらっ子たちがまだ外にいる。君が親切心で引き止めているのは知っていますが、僕はもう決めたんです。今、すべてのスタッフがここに避難している。間違いない、
間違いないわ。音量の…通信が切れたわ。戻るのか。言っておくが、あれは終末銃、レギオンの対天体兵器だ。この宇宙ステーションを建てたのはヘルタよ。絶滅大君が手を出してこない限り、ここは安全だわ。うちらがこのまま逃げるわけにはいかないでしょ。終末銃は軽々とシールドを引き裂いているし、今はミス・ヘルタもいない。反物質レギオンにとってここの防御システムはあまりに脆弱だ。レギオンにはアイ・ウォーン・ナヌークの祝福がある。それに準備も整えてきているはずだ。ここの人たちでは守りきれない。だからこそ私たちは必ずここを離れなければならない。それも彼を連れてね。ん？なるほど。彼は重要な存在なんだな。彼は突破口なのよ。もちろん私の勘違いってこともあるけど。そうか、わかった。次は何をすればいい？ここはメンテナンス課のスタッフが働くサポート部分で、最寄りのホームに行けるようになってるの。そこでベルトと合流しましょう。幼児ちゃん？幼児ちゃんが来てるの？列車に残ってたんじゃなかったっけ？俺たちの行動は請求列車のメーターに瞬時に記録される。宇宙ステーションでこれだけの騒ぎが起きていれば、ベルトさんも嫌でも気がつくだろう。ええ、私が保証するわ。あんたたちの幼児ちゃんは今頃こっちに向かってる最中だってね。今なら終末銃さえ何とかすればいいけど、もし壊滅の指令まで来たら。まずはここを離れましょう。その後でちゃんと説明してあげるわ。